ああ、暑いわね。そろそろ外で食べるのもきついか。そうですわね。日焼け止めも強いのにしませんと。もちろん塗ってますわよね、お姉さま。え、なんでよ。なんでじゃありませんの。紫外線はお肌の大敵。その美しい肌がシミだらけになったら大変ですのよ。さあさあ、私が体の隅々まで塗って差し上げますわ。ちょ、いいってば。ほらほら、遠慮なさらず。やめなさい、クロコ。こら。白井さん。ワンナイさん。泡月さんも。どうしたの？実は、お願いがあるんです。水着のモデル？はい。水泳部がお世話になってるメーカーからどうしてもって頼まれたんです。今度のウェブカタログに載るらしいんですけど、先輩方は大会で忙しいし、参加できる部員は私たちしか。お姉さま、ぜひお引き受けしましょう。でも水着のモデルっていろいろハードル高そうだし、ちょっとね。やっぱりそうですわよね。見損ないましたわ、お姉さま。可愛い後輩たちが困っているというのに、お姉さまがそんなに冷酷で無慈悲だなんて。クロコは、クロコは。ほら、あなたたちも。はあ、分かったわよ。私でよければ協力するから。それでこそお姉さま。助かります。ありがとうございます、美坂様。これで水着のお姉さまのあんな姿やこんな姿。いいえ、それどころかもっと大胆な水着で。そんなことや、甘くさい。考えてることダダ漏れなんだけど。うわー、なんか企業って感じ。ちょっとドキドキしちゃいますよね。お友達まで呼んでいただいてありがとうございます。気にしないで。どうせならみんなで楽しくやった方がいいしね。でもいいんですか、私たちが水着のモデルなんて。大丈夫ですの。どんな幼児体型でも科学の力でちょちょいと修正してくれるはずですの。ひどいです、白井さん。お待たせしました。あの人は？メーカーの担当さんですよ。今日はよろしくお願いしますね。あら、あとの二人は？二人？まあ、白井さん。あら、まあ、大勢ぞろぞろと。社会科見学か何かかしら？それじゃあ、どれでも好きな水着を選んでくださいね。はい。これ、いかがですか？素敵ですわ。お、これかわいい。こっちもいいですよ。これもいまいち、これもいまいち。まだ選べないんですの？仕方ありませんわね。私が選んで差し上げますわ。結構ですの。ホルターネックの水着は胸がある方向け、三角ビキニは胸のある方ない方両方に大丈夫なんですの。だから結構ですって。あなたの胸だとお気の毒。あなたとはいつかきっちりお話をつけなくてはいけませんわね。わあ、それかわいいですね。ほんとだ、フリフリもいい感じです。え？あ、やだ、違うよ。別にこれを着たいと思ったわけじゃ。
私見てみたいな、美坂さんのその水着姿。私もぜひ着てみてください。いやいや、さすがにこれは。そう言わずに試着だけでも。絶対可愛いですって。そう？まあそこまで言うんだったら。あら、美坂さん結構子供っぽいデザインが好きなのね。そんなわけないじゃないですか。これ私はこっちです。さーて着替えよっと。はあ、え、何？私何かした？はあ、なんで素直になれないんだろう。なんかちょっと恥ずかしいですね。女同士なんだし照れることないって。よくお似合いですよ。そうですか。ビキニは目線が上下に分かれますけど、ワンピースは体のラインが出ますから細い方しか似合わないんですよ。おお、さすが水泳部。他に水着選びのポイントってあるんですか？そうですね、例えばパレオはおしゃれなのはもちろんですけど、下半身をカバーするのにも役立ちます。私は別に隠すつもりとかないですよ。お待たせしました。おとなしめのデザインしかなくて今一つなんですが、まあ既製品の水着ですとせいぜいこんなものでしょうか。なんというか、さすが白井さん、個性は大切ですわね。お姉さま、この程度では物足りないでしょうけど、我慢してくださいですの。いや、全く我慢してないし。あら皆さん、その程度ですの。ご覧になって、セクシー&エクゾチック、これぞオーディエンスが求める究極の水着モデルですわ。ほらほら、怖くないですよ。エカテリーナちゃんです。素敵な錦蛇ですね。ワンナイさん、それ褒めるところじゃないです。早くどこかにしまってください。あら、こんなに可愛いのにどうして？いかがです、白井さん。センスの悪い小道具ですの。ちょっときついけど、これ以上サイズないし仕方ないか。いいな、